おっさん今首めり込んどったぞ。そのひげもさ最近結構きつくてさ、てかさこれさこっちとか全然行ったことないよね。ちょっとあの同行人の食い物をあと3つ見つけるってイベントはとりあえず今日中にやりたい。なんか実績返された。5000クラウン分だけ金をむしったんだな。興味深い紙ってなんだろう。マジで手に入らない。俺これ見逃してた。俺見逃してたんかなこれ。来た。めっちゃ大変だったけどなお前マジで。あとお前全然キャラクターとその顔違うからな。言ったんだ。はい、どうも油揚げです。ちょっとねいろいろ録画失敗しちゃって、いや録画したんだけどなんかファイルが書き出されてなくてみたいな感じなのか、ハードディスクから消えてしまったのか、俺がそもそも録画をしていなかったのかが全くもって謎なんだけど、まあちょっとねデータが消えちゃっててまあちょっとハードディスクがねそもそも調子悪かったりもしてて、まあ、消えちゃったんじゃないかなという気がしてるんで、結構ちょっとね1時間半分ぐらい飛んじゃってんだけど、はい、どこまでやってたかすら分かんないんだけど、このおっさんをねそう連れ回し続けてます。まずであれちょっと忘れちゃった。連れ回し続けてます。お金がちょっとないです。でバイトをした、あそうそうそう、このねあのアグネスのホビーの世話、犬の世話がさできて120ぐらいかなもらったんだよね本当に。でめちゃくちゃもらえるやんっていうので今すごい満足してるとこで、お金がね結構ないのよ。でさあそうそうお金がないっていう話と、あと何だったっけな、あれ200円は結構金がある方なんだよな。まずいんだよな、あの絡まれるとまずいんだよな。ちょっとあ、おっさん今首めり込んどったぞ。その疲弊もさ最近結構きつくてさ、なんだっけ、まあ、基本的にはあのベンチで寝てんのもそれしかないからだけどさ、ちょっと効率がやっぱ悪いんだよな。あそう1500分の4って書いてあるのはなんだっけな、誰かが、誰のイベントだっけな、誰かのイベントで全然今日困ってもらえん。1500円をなんか集めるっていうかなんだろう、恵んでもらおうみたいな。お母さんが1500円出してくれるからなんかそのお母さんを探せみたいになって、お母さんのそれがドラッグスの椅子だったかな。ちょっと待って、寝てからですか。お腹が空いてる。スープがねマジで最強だからな。一旦な待って、クエスト、ああそうだこれドラッグスの椅子ね。そう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 、1500円払す、なんかやんなきゃいけないみたいな感じで、ロウドバがさそのさ助けてくれるかもしれないって言ってるんだけどさ、このさキャラクターのさ一覧にさ出てこないんだよ。ほら、いつもこの一覧でさピン刺してたんだけど出てこないよねやっぱね。だからロードバーはねなんかね、なんかねどこだっけな、なんか街の反対側にいるって言ってた気がするんだよな。うん、てかさこれさこっちとか全然行ったことないよね今更だけど。全然まだ知らない場所があるんだろうな。まあ、一旦とりあえず疲労度とかを回復してからこいつのねちょっとあの同行人の食い物をあと3つ見つけるっていうイベントはとりあえず今日中にやりたい。よし、まずは行こう。マップでこれや、
かな、ね、いやマジで見つからんかったけどな、ねね、この丸のエリアの中だったら中のゴミ箱ってこと、うん、ここ39円だから大丈夫。しゃべろうしゃべろう、早くしゃべろう。なんだよお疲れ。この上か、しまった、上に行かないとダメだったな。ごめん、コロスキさんは横通ります。あいよあいよ。なんか実績解除されたわ。なんか5000クラウンなんたらってれだ。多分5000クラウン分だけ金をむしったんだな。そんなにもらったもうそんなにあらゆる人から物乞いしてる俺、うん、興味深い紙ってなんだろうね。そう、まあ、全然手に入らん。これ手に入るさ、今のとかもさ、実は前も開けてるんだよね。手に入るさ、なんかそのゴミ箱決まってたりすんのかな。でも書き付きじゃないと思うんだよな多分だけど。そう、マジで手に入らない。どうなっとんねん、どうなっとんねんよマジで。ここギリ範囲内かな。裏はほとんど鍵なんだよな。ん？あら、あざっす。そう、物乞いしてさ、いつも連打しちゃうんだけどさ、もしかしてさ、物乞い以外にも結構重要なこと言ってる気がするんだよな、時々。そういうのもっと見た方がいいんだろうな。なんかこう、メインストーリーがさ、一応あるやん。メインストーリーの話、なんかさ、物乞いを、おお、びっくりした。物乞い王になりましょうみたいなさ、メインストーリーがあるんやけどさ、あんまりよく分かってないんだよな。開けたよなこの辺の。マジでない、草匂ってるな、マジでしょうがない。明日アグネスの家に行くから。それおいこんなことしてる人、ゴミ箱ダイブ自体のレベルがまた上がっちまったよ。おい、こんだけでかくてないんかい。マジで言うとる。ほんとに。ずっとやってるもんだって。この4回ぐらいのさ、3回ぐらいかな。俺、録画。毎回これやってるよ、だって。1回撮ったとこから出ない気がすんだよな。もう1回そこ調べたら出ましたって結構困るもんね、だって普通に。そう。あ、出た。ここ前調べた時出んかったって。じゃあ何、こう何箇所かにもう配置されてるとかじゃないのかな。結構えげちいぞそれ。相変わらずお姉さんが見に行く。あった、オッケー、あと1、あと1、あとラス1まで来たやん。一回回復しに行こう。回復というか温まりに行こう。まあ夜のうちにもう一回ゴミあさり行って、ラス1までやったら結構でかいな。よし、ラスト1個。夜だけど。おおおおえええ、俺これ見逃してた。え、俺見逃してたんかなこれ。来た、彼と一緒に出てもらう。オッケー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 、持ってきたぞ。一番大変まあな、めっちゃ大変だったけどなお前マジで。あとお前全然キャラクターとその顔違うからな。言ったんな、お前も作れる、見てな。どうしたの。あ、クラブを3つ作るの。そこまでやるの。ちょっと待ってよ。よし、凍えてる。一回頭を。よし、オッケー。よーし、じゃあこれ温まったらあいつにクラブをあげてこのイベントも終わりや。いや長かったな、長かったなマジで。
で、朝になったら、これさ、びっくりすることにさ、マジでほとんど風になってないのがきつい、ほとんど。朝になったら、誰だっけ、アグネスに大衆とか、飯とかもらって、散歩もして、みたいにしよう。よし。泥水みたいな料理よりうまい。よし。お、自立に向けてやる気やん。え、信頼、お前の信頼上がらんのこれ。嘘、マジで笑った。なんかそろそろでもあれだな、なんかもうちょっと話が進む感じ欲しいな。なんかさ、初めのさ、これはマグレスの男いるのね。ヒヤッとこの辺はいいとしてさ、これさ、これとかをぼちぼち進ませんといかんよね。ね、あ、ミセス M カに合う。そう、ミセス M カも探してないわ。これもわかんないしな。これで意志力回復するんだね。士気か。これで士気回復するんだね。どうかと思いますよ、私。職業斡旋場で、一旦金を回収しよう。そういえばさ、これだ、これいけるか。ないです。免許を取らないとダメ。免許はあなたのため、そうだね、それはそうだね。え、あ、待って待って、短期短期、まあいいでしょう。今のなんだ。え、なんかさ、こういうさ、それっぽいことができるようになった方がいいよね。盗むか偽造するしかない。アナトリーが助けてくれるかもしれない。アナトリー、そんなやついたっけ、キャラクター。アナトリー、誰、アナトリーって。誰だよ。え、いたっけ、そんな人、マジで。マジでいないよ。あ、頼ま、あ、クエストで見れるのか。お、近く近い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 やん。上に上がった方が多分本当はいいんだよな。どっから上がるんだ。あ、ナイスだ。これなんか適当なこと言うんだっけ、ファーグリムさん。仲間なんていないんだろ。あ、握手よ。なんかこれ、あれじゃなかったっけ、なんか劇団やってたみたいな話だね。そうかい。聞いたことあるかしか知らない。魔法使いが泥棒として入っていた。もう一度やれるんだったら、なんだよ。この人はこの人で、なんかその、本当に劇団っぽいことやってたんだろうね。ベアがシュラグに聞いてみる。シュラグはどこにいる。スラム街では高層ビルの人、ありがとう。まあ、この人がね、一応なんか、話と、メインストーリーなのかな？メインストーリー的なところの話としては、結構重要人物っぽいからさ、あの人の話もちょっと追いながら行きたいよね。うんこもさせてほしいから。あ、教えました。ありがとうございます。ありがとう、お役に立てれば。あ、信頼。